はようございます。香織です。今日は土方歳三資料館に行ってきましたという感想というかね、報告というか、まあその中で私の心でに一番締めたものみたいなお話をしてみたいと思います。まずね、この資料館の説明ですが、毎日開館しているわけではなくて、基本どういう日曜日だけですね。うん、でもその日曜日も毎週ではなく、っていうのはこの資料館を開催されているのは土方愛さんという土方歳三さんの子孫にあたる女性が取り仕切っているというか、多分愛さんのご都合に合わせての開館ではないかなとね。でもうかなり前からあいつやってるのかなとずっと行く日をね心待ちにしていて、あやっとこの日曜日は空いているということで昨日の日曜日に行ってきました。で私はね、土方歳三さんのことはねあまりよくわからなくて、でまあ知りたいという思いもあり出かけたのですが、その場所は東京都の日野市の聖火って書いてありますね。歳三の聖火という聖火で資料館をやっているというお話なのですが、まあ、実際の聖火は資料館より少し離れたところにあるらしいのですが、でもその資料館も、まあ、ご自宅の一部を開放してるっていうか、まあ、なんて言うんでしょうね、多分そこを開催されている方のご自宅の一部で、まあ、親戚の家を資料館にしたというような感じではないかと思うのですが、でもね、そこは土方歳三の、まあ、生まれ育った地であるわけで、その雰囲気っていうかね、あここでこの町というか村で生まれ育ったんだなという、そのね雰囲気がよく伝わってきました。で私がねまずその資料館に入ってパッと目についたのがザクロとザクロの木って、ザクロがねたわわになっている木が資料館入ってすぐ左手にあったんですよね。で、私はなんか昔子供の頃ね、そのザクロの実を食べていた記憶があり、まずはなんか懐かしい、ザクロ懐かしいという感じで、でなんか秋だなという感じもあり、でその近くに近寄ってみると、この木には触らないでくださいみたいな表示があって、でよくよく見ると。ザクロはたわわなんですが、その幹の部分はねちょっと弱々しい感じが確かにして、それでそっとしておいてくださいという感じの掲示があったと思うのですが、でさらに近づいてみるとその木は江戸時代からあったそのザクロの木を移植したものですっていうね、うん、だからそれがやっと根付いて、こう幹はなんとなく弱々しいのですが、ザクロの実はいっぱいつけているという、そういう樹木であったんだなということもさらに分かり、だから江戸時代から200年以上は生き続けているね、そのザクロの木だったんだなっていうのがとても感慨深くて、でそこでなんかね、私は昨日自分がお話しした生命保存の法則みたいなものを樹木にも感じて、でねその生命保存の法則は私はねちょっと言葉を変えた方がいいかなと思っていて、生命エネルギー一定の法則の方がより正確かなって思うのは、一つの生命体ね、じゃあ分かりやすく一人の人間とか一本の樹木とすると、それをかたどっ作っているエネルギーっていうのは
一定であり、だからエネルギー量は変わらず、だけど目に見えるその人の、人で言ったら肉体とかこの衰えとか、あとは最後は いなくなるという、視覚上の変化はあっても、その人を作っているエネルギー量はずっと変わらない、一定を保っているのではないかなという、その推測をしていたのですが、それはなんか樹木に関しても言えるっていうかね、でも人間に比べて樹木は随分長生きですよね。200年生きてる人はあまりいないで、樹木だと樹齢200年以上っていうのはあり得るわけで、実際私の目の前にはその江戸時代から生き続けているザクロの木があったわけで、だから人間と樹木でそのエネルギー一定の法則は変わらないのでしょうが、その目に見える部分を長く保ち続けることができる樹木と人間の違いは何かなとかね、人間に比べて樹木が長生きなのは、そのエネルギー状態をというか、節約みたいなね、エネルギーを保存して目に見える部分も長く保つことのできる秘訣が樹木にはあるのかなとかね、そんな感慨深い思いでザクロを見ていて、でその資料館もこう十分堪能して、で近くに歳三さんのお墓があると聞いて、そのご子孫の愛さんに大体の場所を教えていただいて、この資料館からね600メートルくらい離れたところに土方家のお墓があり、そこにもね続けて行ってみました。でそのねお墓はね、もうほとんどねパッと見て7割8割くらいは土方姓なんですよね。その一族のお墓なのか、またはその地域に土方姓が多いのか、よくわからないのですが、でそこでもね私の目を引いたのは樹木でした。そこにはお墓の入り口っていうか、そこはお寺になっていて、そのお寺の入り口にすごく太い幹の木があったんです。でも樹木って不思議なのは、大きな樹木なのに私はお寺に入った瞬間わからなくて、もうお寺を出る時に、あれそういえばここに樹木が、こんな大きな樹木があったんだなと気づくくらい、その空間にこう溶け込んでいるんですよね、樹木がね。でその幹の太さから見て、この樹齢は私はねパッと見た瞬間400年っていうね、数字が頭に浮かんだんですよね。だいたいそのくらいかな、すごく長生きな感じがして、で裏手に回るとその樹木に対する関する説明書きがあって、樹齢500年とありました。だからちょっと近かったんですよね、私が思い浮かんだ数字がね。でザクロの木に続き、そこでも樹齢500年の大木に出会い、でも大木でありながらその大木という威圧感みたいのが全くなくて、そこのお寺の雰囲気、お墓の雰囲気にしっくり溶け込んで馴染んでいて、なんかこう墓守りをしているかのような、その樹齢500年の樹木も、その木もその生命のエネルギーの保ち方はどうなっているんだろうとかね、目に見える物質部分に生命エネルギーを蓄えることが多分人間よりも樹木は得意なんだろうなとか、今日はね土方歳三資料館に行って、日本の植物からその生命エネルギー、細
保存の法則とか一定の法則みたいのを感じ取りましたという話でした。はい、最後までご視聴いただきアンカトー、またやります。ではまた、バイバーイ。